おはようございます、ベテランチです。まあ、昨日あんなことなりまして、配信夜中までしてて寝たの5時とか4時とかだったんですけど、今日8時に起きました。首洗うの忘れてんねんな。それみんなに相談したくて。あんだけさ首洗えって言われたのにさ、昨日さお風呂でさ首ちゃんと洗ってない。いや洗えばよかった。これ大丈夫か。あのみんなね、昨日の夜の配信帳見といてください。でも今岩井社長と、まあ僕はこれから全面戦争に入るわけですけど、いろんな人が俺の味方になるって言ってます。まず岩井社長がクビにした森鉄ね、森鉄からも LINE 来たし、で、あの岩井社長が2000万の損害賠償を請求したとされている令和の虎の動画を勝手に使ってた、あれ誰や、ブロガーで今訴訟中やと。で、2000万の、その人が言ってたのは2000万の訴訟って言ってたけど、岩井社長がブロガーを訴えてる金額は1000万で、で、ブロガーからも脅迫やって言って1000万訴え返してて、岩井社長で、今その合計が2000万って言ってて、だからちょっと岩井社長は持ってるらしい。まあ、そもそも1000万請求したって著作権違反じゃそんな何十万しかならへんやろうけどっていうことらしい。で、まああとガジェット通信で働いてる人からも連絡来たし、うん、もう岩井包囲も俺は作ってる。ただな、ちょっとな、首昨日の夜洗うん忘れたんよな。みんなお風呂でさ、どこから順番に洗ってる？俺は結構まず頭最初に洗って、で、まあ上半身から洗ってくっていう感じなんやけど、岩井社長は首から洗うらしい。うん、みんなもちゃんと首はな丁寧に洗った方がいいよ、ほんまに。まあ今日もちょっと短歌のインタビューの仕事あるんで、御徒町から山手線乗ります。いやーもうえぐいな。いやでもほんまにもう知り合いの弁護士の人にも相談してて、ほんまに訴えられたら負けるのかっていうのをちょっと動画で検証して報告したいと思うんで、で、あとまあ本田さんと撮影した動画素材2本残ってる。まあほんまは前編後編って分けてあげようと思ってたんやけど、あの本田さんと俺が岩井社長の悪口めっちゃ言うくだりがあって、真ん中あたりにそこをお蔵入りにしようとしてたんやけど、ちょっと結果的にもう出しても一緒というか、もうすでに怒ってるからお蔵入りにしても一緒になっちゃったんで、ちょっとそれも出しますってことで、ちょっと待って筋も通してない朝からやばい。うわ、筋通せって言ってたのにな、ガジェット通信に。吹き以来の筋、いや吹きぐらいしっかり筋通そうと思ってたのに、ちょ忘れてました。では皆さん、あの土日、日曜か今日楽しんでください。首と筋には気をつけるように。では失礼。